公式サイト MLB.com はロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が得点圏で驚異的な打撃力を発揮していることが大きな話題になっていると伝えた画像大谷翔平マミコ夫妻の仲むマまじい2ショット写真を厳選してお届け愛犬デコピンも登場元ニューヨークヤンキースのデレク・ジーターはもし私がドジャースの監督だったらバントや盗塁など あらゆる手を尽くして、大谷が打席に入る前に得点圏に走者を貯めるようにするね、と語り、ただし大谷を支給で歩かせて、ムーキー・ベッツと勝負するなんてことはしないだろう。どちらも危険だ、と述べた。今シーズン、大谷は得点圏での打席で非常に高い打率を記録し、リーグでもトップクラス。キャリア初のポストシーズンでは、得点圏で5打数4安打。 1>, 1本塁打2四球を記録している。デイブ・ロバーツ監督は、大谷が得点圏で打てないことを心配していた時期もあったが、今では彼の打撃力を生かすために、彼の打席の前にランナーを貯める方法を探っている、と述べ、大谷の打順を変えることはなく、他の選手との組み合わせや戦術的な変更は検討している、と語った。そんな中大谷は 相手投手の投球スタイルにかかわらず、自分のスイングを貫き通すことを考えている。また、打順についても柔軟に対応し、チームの勝利に貢献したい、と意欲を示した。大谷の得点圏での強さはリーグ屈指であり、現地16日に開催予定のナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦でも活躍が期待される。